はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。カンタロウ犬様。ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に、ありがたく頂戴いたします。政治活動を資金させていただきたいと思います。カンタロウ犬様かな？わかんない。11月19日、昨日ですね、松戸市で、選挙活動してまいりましたけれども、駅前は競争が激しくてですね、なんせ64人立候補してるもんですから、無理なんで、いつ行っても誰かいるんで無理なんで、凱旋スポットの一つのスーパー前の交差点行ったらですね、自民党現職の杉山義弘、2候補が、そいつらが10人ぐらいでやっておりまして、なんと朝の8時から20時まで12時間、まあね、朝の8時より前はマイク使っちゃいけない、夜の8時以降はマイク使っちゃいけないっていうから、まあ選挙活動できるのがその12時間ってことなんですけど、その間ずーっとそこでやんだって、言うんですよ。で、こういう時の情動でですね、30分だけやらせてもらえないか譲ってもらえないかって聞いたら断固拒否されまして、驚いちった。それ情動じゃねえから。こんな人がですね、人の迷惑顧みずのサイコパスがよく議員やってられんな。もう呆れちゃいましたよ。んなね、一箇所そんなずっと朝から晩まで文字通り選挙して他の候補にやらせないってね。違法じゃないけどですね、そういうことをみんながやりだしたらどうなんだって話ですよ。候補者64人が一箇所をずっと朝から晩まで選挙して他に絶対譲らない、それをみんながやりだしたら違法じゃないからつって、混乱するし、松戸市内なんか居場所なんか10箇所ぐらい、まあまあ松戸駅4箇所、あと主要な駅とか10箇所ぐらいしかねえのに、そんな中でもですね、松戸駅の西口が一番人が多いであるとか、そういうね、人数が多い少ないの場所の優劣もあんのに、全員がそれやりだしたら一箇所選挙して長時間で他に譲んない、混乱するし争いにもなるし何より公平でないですよね。何日も前からテント張って場所取りやってて一番いい場所取れました、ずっとそこでやってますなんてね、で他に絶対譲んねえなんてたら公平じゃないでしょ、そんなこともわかんねえバカが議員やってんだもんな、最高に頭きちゃってもう疲れちゃいましたもん私も、仕方なくですね北小金駅に移動して、ここでも自民党がですね場所取りやってました、斉藤健さんっていう衆議院議員大臣もやってる人かなが応援演説来るっつんで、大勢が場所取りやってて、SP が20人ぐらいいました。警官と SP、一目でわかりますね、あの人らね。警戒する目でこう、キョロキョロしてるからね。あとビルの屋上にもいまして、SP が。あ、これ狙撃対策なんだな。あんなことはあったもんで、ビリビリしてんだな。で、自民党さんに何時からなんですかっていう、我々は4時半からなんで、その前ならどうぞ、っていうことで、譲ってもらいました。まあ普通そうだよな。私の選挙の時でもですね、大塚駅の北口を朝から晩までやるっつって、いぎまいて選挙してた長野っつ議員がおるんですけど、民主党で今国民民主党かな、言ったら譲ってくれましたよ。じゃあちょっとやらせてくださいね。その長時間選挙は、他の議員に大伸縮でした。公明党議員候補が、まあ、現職なんですけど、もう議会始まったら懲罰委員会かな、あの人の、な長時間選挙しようって、言ってましたもん、私に。当選前ね。まあ、長野は譲るだけマシなんですよ。マシ。長時間選挙する、側はですね、まあ、譲ってやんないと、その場所譲らないっつうのは、なんつうのかな、サイコパス？みんながそれやりだしたら、どうすんねん。選挙にも何も、なんねだろ、この杉山義弘。まあ、講演会も悪いんですよね。本人が、なんかね、いつもこの場所でやってんですみたいなことを言ってたらしいんですけど、知らねえよ、そんなの。なね、ホストの
ビラ巻きで、俺いつもこの場所なんだけどなんつって、どかせる人いるらしいんですけど、全くヤクザの縄張りがって話知らねえってみんなの、バカにしやがってよーって、頭きちゃいました。こんなでね、精神的にも体力的にも消耗しちゃったんですけれども、寺田稔総務大臣更迭、政治と金疑惑で、岸田内閣で3人目の大臣更迭だそうであります。ネットの話マジでやばい、グダグダやね、どうすんのこれ、身辺調査してねえのかよ。そして誰もいなくなった、辞任ドミノからの内閣退陣から、余罪がいっぱいあるから出てくる前に辞めさせるんだろう。岸田も交代した方がいいんじゃない、ガース再登板希望。これ前なら安倍さん再登板して、なったんでしょうけど、まあまああんなことがありましたんでね。政治資金収支報告書がめちゃくちゃで、辻褄が全然やってなかったそうであります。よく提出した、時に OK もらえたな、いう感じなんですけど、まあまあ日本改革党は政治団体です。収支報告提出義務があるんですが、提出先はなんと総務省。総務大臣が収支がめちゃくちゃじゃ、ダメだろ、ダメでしょという話。国会議員はですね、政治団体と他にですね、資金管理団体の設置と収支報告義務があります。こちらは普通の政治団体の収支よりも基準が数段厳しいであります。クリーンな政治家いねえのかっていう声もありましたけども、まあまあ安倍総理はですね、総理の報酬の2割をずーっと返上してたぐらい金銭的にクリーンだったから、まあ財務省にも強く出てたんでしょうね。日本改革党もクリーンですからね、お金ないけど、お金ないからクリーンなのか、クリーンだからお金がないのか、どっちかわかんないですけど、まあ、大臣辞任3人目ですよ。もう岸田総理交代した方がいいんでは。そんでなくてもですね、ダメだ内閣とかバカだ内閣とか、国内の一部、靴沢から声が上がってるんですから。トランプ大統領のツイッター復活、アカウントね、使うか使わないかは本人次第で今んところ動きないみたいなんですけど、とりあえず復活と、NHK 暴力を煽った恐れがあるアカウント復活に懸念の声も上がっています。だいぶお気に召さないようで、そんな報道しておりました。ネットの話です。 NHK の極端なトランプ嫌い笑える。何が問題なの、自分らの気に入らないことを言うから。報じるにしても NHK の感想はいらないんだが、少数派の懸念の声しか報じないのは偏向報道。公共放送にそういう感想いらんねん。ニュースは自分の意見出すね。現職大統領が凍結っておかしいだろ。以前はもうちょい取り繕った感じだけど、最近の NHK はなんか開き直ったな。まあ偏向報道丸出しってことですかね。言論がまともになることが怖いのか。結局イーロンとトランプに文句言いたいだけ。紅白に懸念の声いっぱい上がってますね、これはね。まあ紅白賄賂合戦って名前変えてくれたらいいんですけど、 NHK の存続について民意を問うべきと。どこの誰が懸念の声を上げてるかは言わない NHK と、懸念の声には触れるが、トランプ復活を喜んでる過半数には触れない NHK と、スクランブル化に 7,8 割の人が賛成してるのに、それは絶対に報道しない NHK と、11月23日スクランブルでも開催予定なんですけど、なんか今のところ予報でですね、一日中大雨なんですわ。5ミリだから小雨じゃないですね。まあ、本降りっていうのかな、大雨でないにしても、まあ、本降り、一日中本降り、珍しいな、11月にしてもな。なるべく早く判断して中止のお知らせいたします。雨が不可避だったらでも中止いたします。すいません、なるべく早く発表しますんで、私のツイッターとか動画とか見張ってってください。そのツイッターですが、言論弾圧するために従業員を2000人から7500人に増やして赤字企業にしたバカ創業者、バカな創業者ジャック・ドーシーが新しい SNS のブルースカイを作るようで、パヨさんたちはこっちに引っ越してですね、パヨッターを堪能満喫したらいかがでしょうか。存分に楽しませれてはいかがでしょうか。まあ、セルフ隔離ってことでね、一箇所に集まっててもらって、よそにちょっかいかけねえように、どうせあれでしょ、ツイッターでさえですね、まともな人をブロックしまくってセルフ隔離してたんだから一緒でしょ。なんかゴミが自らゴミ箱に入ってくみたいで興味深いですね。炭焼け完成で
ますます話通じねぐなんだろうな。ブロックじゃなくてそもそも違う場所にいるっていうことで、まあパヨッターの完成ですね。毎日新聞、北朝鮮の暴走がエスカレートする中、日韓は協力関係を一層強めなければならない。これ空自の幕僚長がレーダーと虚偽実機の回答を待ってるっていうようなことを、そうでなければ協力するか感じじゃないって言ったことを気にして、言ってんだろうと思いますけれども、ネットの反応です。何言ってんだバカ論理のすり替え。レーダー照射の件をうやむやにしたまま協力できるわけがないだろう。北の暴走を止めないといけないが、韓国とは協力しないなんで韓国なんだよ。一番協力しないといけないのは同盟軍だろ。まあ米軍ですね。レーダー照射のボールは韓国だし、とりあえず報復用のトマホークは抑止力として購入しとかないとな。毎日新聞がそう言うなら、韓国とは協力しないのが大正解ですね。それに対北でなんで同盟軍でもなんでもない、むしろ竹島盗んでる敵国軍と協力しなければならないんですか。一番協力しないといけないのは唯一の同盟軍の米軍でしょ。何言ってんだ。毎日新聞はよ、毎日の使ってる言語が我々と使ってる言語と違うようで話が通じませんよね。さらに東京新聞、北朝鮮の主張にも耳を傾ける冷静さとか書いちゃって、何なんだ、いよいよ北朝鮮苦しいのかな。毎日は韓国を擁護してんのか。韓国も苦しいのかな、なんだか知んねえけど。こっちはそのものずばり北を助けろって言ってますけどね。東京新聞かと思ったら東京新聞だった一方的にミサイル撃たれまくってて、なんで対話。90年代から冷静にやっててこれなんですよね。東京新聞は日本人の主張に耳を傾ける、6者協議とかやってこれだし、話なんか通じない。6者協議、日米中ロ北韓だっけな。これで取り決めしたんだよね。でも全然守らなくて、6者協議とか平成史を思い出せよバカ新聞。新聞の盲言はボケに近いものがあるな。使用言語が違うっていうのが一番の原因だと思いますよ。どっから金をもらって誰のために書いてるんだこういうの。堂々とテロ支援国家の代弁をする東京新聞。食糧難が深刻だから日本助けろって言いたいらしいんですけどね。結局は東京新聞、もはやどこの新聞なら全然わかんないですね。死んねって、日本人1000人も誘拐してる敵国の事情なんかね、いくら食料ねって騒いだって死んねって、日本人返せ、拉致被害者返せ、それが先ですね。北朝鮮が脅したいのはアメリカでしょ、日本っていうよりね。筋違いなんで、日本は口挟むべきでないですね、アメリカと北のやり合いにね。こんな風に東京新聞が狂ったのは、実は朝日新聞が原因なんですよ。朝日新聞がですね、慰安婦捏造を認めてですね、ちょこっと謝罪記事、のした。そうするとね、赤い真っ赤っかのパヨが怒ってですね、朝日新聞、だらしないっつってですね、不甲斐ないっつってですね、東京新聞にくら替えしました。で、このご時世なのに、部数増やしちゃって、東京新聞。パヨ記事に自信を持ち、ますますパヨって、現在に至っております。東京新聞がそれなら、北朝鮮の主張に耳を傾けないっていうのが、正解も正解、大正解だと思います。日清基礎研究所、コロナの影響が終わり、再び東京集中へ。いろんなデータ出してですね、また東京に集中、人口集中がですね、始まった、強まった。再開したというような、いろんなデータ、ネットの話、地方創生大失敗仕事がないからしゃあない、まだ田舎で消耗してんの。地方は老人と公務員と外国人しかいなくなる未来、リモートが終わるから。地方創生って少子化対策と同じぐらい名前だけで無意味だったな。安保的には大問題。まあ集中しちゃうと攻められた時に、他国に攻められた時に、もっと具体的に言うと、人民軍に、攻められた時に、人民軍の利便を図るために、せっせせっせと艦隊時の表記増やしてますよね、国交省はね。国交省、観光庁、国際観光課っていうのがご利用してるって分かってるんですけど、公明党の指図だろうな。地方は仕事を選べない。霞が関の許認可権が強力すぎっから。
勢いですね、まあ、省庁に行って許可もらわないといけない商売が多すぎて、本社東京、に置かなくちゃいけないっていうのがあっからでしょうね。これ消費税を増税するほど地方経済が縮小し、都市しか仕事がなくなる、そういう原因もあるのか知んなかったな。いわき市、福島県いわき市なんですけど、常磐断交、っていうので下がってまして、まあ、閉山して、それとともに林業も終了。ご存知ないかも、わかんないかもしれないですけど、炭鉱ってね、木材、材木いっぱい使うんですよ。材木。トンネル掘ってってですね、それ崩れないように、上にね、板張って、支柱立てて掘り進んでいくのね、炭鉱って。で、林業もすごい盛んで儲かってました。それも終了。景気良かった土建屋、財務省の緊縮財政で終了。確か消費税 3% 導入した頃ですね。あの頃から財務省の転換になっちゃって、緊縮財政だ、やるもんだから、まあまあ公共工事減っちゃって悪者にされて、テレビ新聞も総がかりで叩いてね、土建屋終了。今地方でいいのは医者と公務員ぐらいなもんでしょ。炭鉱も林業も土建屋も元気なくなっちゃったからね。羽振り悪くなっちゃったからね。特に女性の仕事ないんですよ、地方には。漁師とか女性向けじゃないしね。漁師、あと農業なんかもね。車ないと生活できない地方に、定着させたいのに走行距離税とかやってんだもん、減って当然ですよね。少子化大臣と地方創生大臣って普段何やってんでしょうね。何やってんでしょうね、本当に。全然効果ねえけど。少子化大変と言いつつ、女性が輝ける社会をとか言って、専業主婦弾圧してんじゃん。地方が大変と言いつつ、ガソリン二重課税やめねえし、新たに走行距離税なんてほざいてるし、結局は政治の大失敗ってことでないんですかね。このね、地方の人がいないとか、過疎化とか少子化とか、結局は政治の大失敗じゃないんすかね。消費税増税で地方経済縮小、まあこれも原因でしょうね。私も車がないと生活できないいわき市から車なし都内に来ましたけど、家賃がたとえ3倍でもね、車の維持費でどっこいないような気がします。なんか今よりも簡単に物が溢れていろんなもの手に入って、ちょっと足伸ばせばものすげえでけえ書店とかもあるし、便利。あと運転しないからどこでも酒飲んじゃうっていう弊害がありますね。電車の中で赤い顔してる人多いですよね。田舎ではちょっと見られない光景なんですよ。どこ行くにも車だから。地方より絶対都民の方が酒飲んでるよなーっていうね。今年でまあまあ都内都民歴10年ぐらいの私がそう言いますけどね。日本の漫画アニメを一番輸入している国はフランスであります。コロナ対策で文化芸術に使ってくれっていうことで300ユーロ相当、4万5000円ぐらいですか、カルチャーパスを政府が配布いたしました。かつてね、今やってんのかわかんない、フランス人300ユーロの6割以上を日本の漫画アニメに使ってしまう。政党国民連合議員たちが漫画アニメはカルチャーパスの対象外にしないか、言い出して炎上、非難豪語。フランス人の反応、なんで漫画だけ除外なんだ、ちょっとこの提案には無理があるよな、若者たちを本屋に連れて行ったんだからパスは大成功だったんだよ。自分も日本の漫画の大ファンでフランス文化に大きな影響を与えてると思ってる。まあ議員どもは漫画は文化的でないって、みなしてるみたいですね。そうではないよ、文化的でって言ってるのがこの反論ですか。文化の定義は議員が決めるものじゃない、漫画より文化的なものって一体何なんだよ。切れてますねこの人。フランスの歴史を扱ったクールな作品ならば個人的には猪野さんをおすすめしたい。猪野さん、なんだろう、知らないな俺。猪野さんっていうタイトルの漫画あんですか。そのうち悪い文化のリストでも作るのかな。なぜ漫画をだけを外したいのか、合理的な理由を示すべき。
ツイッターのプロフィール画像を見てほしい。若者たちはこぞって漫画のキャラを使ってる。あ、これ日本でも同じです。漫画のアニメキャラのプロフ画像を使ってるのは、大体おっさんって相場が決まっておりますけれども。試験なんですけどね。ちょっと読めねえんですけど、プルベレルブルスっていうのかな。書店は売り上げの6割以上が日本の漫画になってしまったそうです。漫画様様ですね。これも読めねえな。ベデラマっていうのかな。書店店長。若者が抱いていた文学作品のネガティブな価値観を日本漫画が変えた。なんか小説、フランス文学のやつと暗いの多いじゃん。なんかね、大敗的だったり、そういうのをネガティブな印象、文化、作品、に抱く、なんかネガティブな暗そうだなとか、重そうだなっていうのを日本漫画が変えたと言っておりました。なお、この提案はですね、文化大臣が即却下、即刻拒否、すぐ拒否、ダメなんだなって、ね、文化大臣。ナポレオンやジャンヌ・ダルクが題材の漫画もあるし、どうやら読者のようですね。あとベルバラ。ベルバラのアニメが、放送された何十年前か。もうね、国民的な人気になったみたいですよ。あとイランで、漫画じゃないですけど、おしんがすんげー流行って、その頃イランは戦争中だったんですけど、放映時間になると戦闘が止んだんだって。みんなね、戦争を休憩して、おしんを見てるという、日本のイメージアップと価値観が浸透していく現状にですね、中国、韓国、ああ、妬まやしい、羨ましい。さすが感情はですね、喜怒哀楽ではなくて、妬み、恨み、曽み、ひがみでできてる連中だな。ひょっとしたらこの提案したですね、政党の国民連合っていう、連中が中国の手先かもしんないなっていうところまで勘ぐってしまいます。まあさすが、これね、フランス人とフランスの文化大臣がまともでよかったですけれども、まあまあ日本の漫画、6割、金があったら日本の漫画買っちゃうみたいな、フランス人の若者が、面白いなと思いまして、ご紹介いたしました。というわけで、スクランブルでも、雨で中止になるかもしれません。告知は早めに判断いたしますんで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。